平野の仕様、歯磨きだけで筋肉つく真相に迫る衝撃の体作りエピソード。モデルプレスによると、三宅健と北山博光がフジテレビ系列の、おおどかけるハラハラに出演し、その中で彼ら自身の体作りについて語り合いました。認識が高い三宅健は、現在筋トレをしていないと明かしながらも、一度やると決めたら休むことなく、3ヶ月続けるストイックな姿勢を明かしました。 さらに、ベンチプレスで 100kg をこなしていたことも告白し、スタジオを驚かせました。一方で、ナンバー、愛の平野信用は、鍛え上げられた体を持っているにもかかわらず、筋トレをしていないと否定しており、歯磨きだけで筋肉がつくと語っています。しかし、同じくナンバー、愛の神宮寺優太や岸優太は逆に筋トレをしていると証言しており、その真偽は不透明なままです。北山博光も番組で腹筋に悩みを打ち明け、 最後の一回が頑張れないと相談しました。オードリーの春日年明からはシンプルなアドバイスが寄せられ、頑張れないとかじゃなくて、最後までやるんだよとの言葉で、アスリートたちの葛藤が明らかになりました。これらのエピソードから見えてくるのは、アスリートたちが日々の努力とともに、自身の体に対するストイックな姿勢や独自のトレーニング法に挑んでいる様子です。彼らの言葉や行動には、単なるトレーニング以上に個性や人間味が溢れており、 ファンにとっても新たな視点となることでしょう。これからも彼らの挑戦と努力を見守りつつ、私たちも日々の生活において、自分自身にできることを見つけ、健康的な生活に励んでいくことが大切ですね。アスリートたちのエネルギーに触発され、新たな目標に向けて歩みを進めましょう。これ真相はどうなんでしょうね。あくまでも私の予想ですが、多分もともと筋肉がつきやすい体質というのも、 筋トレはしていないというのもどちらも本当で、ただし平野修行くんはダンスのレッスンを日常的に行っていることと、体のすべての部分を使って表現するような繊細かつハードなダンスをするから、それで自然と筋肉がついているのではないかと。あとは、あんまりゴロゴロする暇もなく常にハードスケジュールだったり。 常に周りに気を使っておーっとしてることとかがあまりないので、日常的な運動量が尋常ではないからってことももしかしたら関係してるのかなぁと予想します。平野仕様のすごいところは、あれほど小顔で誰よりも魅力的で整っている顔立ちなのに、首は男らしく太いシジュニアの頃から体操選手のようにがたいがよく筋肉質。持って生まれた恵まれた体格なのでしょうね。 いろいろな芸能人と並んでも平野紫耀に目がいくし、他面と踊ってても平野紫耀ばかり見てしまう。歌もダンスももちろん見たいけど、役者としての平野紫耀も見たいな。